こんにちは、萩です。今回はですね、タイトルにある通り、昨日開催された丸亀ハーフマラソンで、実はとんでもない記録がめちゃくちゃたくさん出ていたと、学生組においては PB 祭りだという話をね、していきたいなというふうに思います。で、昨日ですね、丸亀ハーフマラソンと別府大分毎日マラソンと、この2つのね、まあ注目の大会が開催されました。で、僕もね、動画を配信しています。昨日ですね、まあこの2つの大会の総まとめ、ハイライトって形でお届けしているんですけども、この動画は昨日別大が終わった後すぐに撮って配信しているんです。で、午前中に丸亀見て、そのまま別大見て動画を撮って配信したという形なので、丸亀ハーフマラソンの総まとめって内容としてはトップの選手の話にしか基本的に触れていないんですよ。まあ優勝したエティーリ選手が日本学生記録を出しましたと。で、日本人トップには学生の駒澤大学の篠原選手が取りましたと。まあその他ね、レース展開の話ちょろっとしているんですけども、その他の選手の記録に関してはそんなに触れていないんです。ですけども、まあ事前の動画でも言っていた通り、丸亀ハーフマラソンってまあ全体的にまあエントリーしている、参加している選手のレベルが超高いんです。実業団もレベル高いし、学生組もまあ超一流もトップの選手がめちゃくちゃたくさん出るんですよ。まあだから全体のレベルが上がってタイムが良くて、丸亀ハーフマラソンって結果がいいよねと、記録が出やすいよねって話なんですけども、まあ学生において言うと、まあ例年よりね、出場者多かったんじゃないかなと思うんです。毎年ね、何人出場しているかチェックしてないのでちょっとわかんないんですけども、まあ今回の結果から見ると相当ね、有力な選手が例年以上にまあ出ていたんじゃないかなっていう風に思うんです。で、昨日ですね、まあ動画を撮り終わった後、まあ気になったわけですよ。まあ実業団選手とか学生選手がまあ誰がね、まあどれだけの記録見たかっていう、出たかっていうところをね、まあ気になってチェックしたんですが、見れば見るほど震えが止まらない。なぜこの結果を先に見て昨日動画で話さなかったのかって後悔しているぐらい、まあすごかった。特に学生ですね。とんでもない記録がめちゃくちゃたくさん出ました。で、この大学生がじゃあどのぐらいのタイムを出せば早いのかっていうところで言うと、まあ僕の肌感で言うと、ハーフマラソンを62分を切ってくると、僕は超一流だというふうに思っています。で、61分を切ると化け物級だというところです。で、この62分が大学生にとってのボーダーラインだというふうに思うんです。これを切れば超一流。なぜかっていうと、ハーフマラソンを62分で走ると、1キロのアベレージが2分56秒なんです。2分56秒のペースでハーフマラソンを押していけば62分って記録なんですよ。で、大学生ってこの3分っていうものをベースとして練習していくんですよ。この1キロ3分をどこまで引っ張れるかっていう話でトレーニングしていて、まあ箱根駅伝においても、まあ1キロ3分ペースで20キロこの距離を走っていけば、大体どの区間でも区間10番ぐらいに入ってくると思うんです。まあ肉とかね、まあ僕はちょっと特殊ですけども、大体それが入ってくるんですよ。で、袋において言うと、まあ3分切りで走ってこれれば、区間5番に入ってくるし、区間によっては区間賞取れるぐらい、まあそれぐらいこの3分切りっていうのがベースになってくるんですよ。で、どのチームもこの3分で全員が走れば、もう上位の方にね、間違いなくこう入ってくるので、まあ全員がね、何人がこのハーフっていう距離を3分で走るかっていうところが、まあ注目されているわけですよ。なので僕の中では62分っていうものを切ってくれば、まあ超一流になるの証かなというふうに思うんですが、まあ今回ですね、丸亀で62分切りを達成した選手が、まあ何十人って出てきているんです。で、さらに62分台でも、まあ大学生としてはタイム早いわけですよ。で、63分切りまで入れると、ほんと3、40人ぐらいの学生が今回丸亀だけでドカーンと出ているんですよ。それはね、調べれば調べるほどね、まあ震えましたよ。63分切りが3、40人いるわけですよ。で、さらにこう一個ずつね、僕ね、自己ベストとこう比較してこう見ていったら、極端な話をすると、まあ一人一人全部ね、僕のチェックミスもあるかもしれないとわかんないんですけども、日本人トップ取った駒澤大学の篠原選手以外ですよ。63分を切った選手、まあ3、40人ぐらいいるんですけども、篠原選手以外、ほぼ全員自己ベストを更新したと思います。数人怪しいなって選手がいるんですけども、基本的には要は3、40人学生は今回の丸亀だけで、まあ自己ベストを更新したということなわけですよ。PB 祭りも PB 祭りですよ。とんでもない。さらに、日本学生記録歴代トップ10に3、4人こう入ってきてるわけ。4人かな、篠原選手を記録入りと、まあ4人ですよ。
これすごいですよ。昨日なんで触れなかったのかって思うので、今回ね、まあちょっとゆっくりね、見ていきたいなと思います。で、今回は、まあ超一流と言われている62人をね、まあ切った選手を中心にね、まあ紹介していきたいなと思うんですけども、まあ結果からね、まず見ていきましょうか。はい。まあ、これね、留学生トップに、まあ、エティーリ選手がベッド選手、ネイヤ選手、まあ、留学生でね、海外勢の選手も入ってるんですけども、この選手たちも自己ベスト更新なんですよ。はい。なんで、本当に、篠原選手ぐらいじゃないかな。マジで。はい。でも、篠原選手の、この61分4秒って、日本学生歴代4位相当の記録、あ、日本歴代7位か。7位ぐらいの相当のタイムなんですよ。すごいよね。なんか、9大点です、みたいな。故障明けであんまうまく練習できなかったから、まあまあ日本人トップ取って9大点ですってさらって言いましたけど、この篠原選手、絞り出してないこのタイムでさえ、日本学生歴代の7位相当のタイムなんですよ。まあ、すごい選手だなっていう感じなんですけど、まあ上からね、見ていきましょうか。まあ、エティリ選手に関してはね、まあ昨日の動画でたっぷり話しているのでね、多少走らせてもらいたいんですけども、まあ59分32秒ということですね。で、もともと持っていた記録は62分ということなので、まあ大幅にね、まあ自己ベスト更新でした。で、2番に入ったこうベッド選手、選手ですね。まあ、実は東京国際大学エティーリ選手と同学年なんです。で、これね、まあ、東京国際大学といえば怪物エティーリだというふうに言われているので、まあ、ベッド選手ってちょっとね、裏に隠れがちなんですけれども、まあ、タイムとしては60分11秒。これ実は初マラソン、初ハーフマラソンなんですよ。初ハーフマラソンで、この60分のタイムと走るのは、まあ、相当ね、早いんじゃないかなというふうに思います。で、もう一人の留学生って言われているんですけれども、実は、スピードで言うと、エティーリ選手より上だって言われてるんですよ。短い距離、まあ、1500メートルとか5000メートルだったら、エティーリ選手より速いんじゃないかっていうふうに言われているんです。で、まだ1年生なんですけども、入学前から5000メートル13分20秒ぐらいでね、こう走るぐらいね、まあ、力のある選手なわけですよ。なんで今後ね、まあ、二人とまだ1年生なので、エティーリ選手と、まあ、ベッド選手が二人でね、まあ、トレーニングをして、まあ、将来的にどっちがね、レギュラーを取っていくのか。で、二人選手がいると、まあ、どっちでもこう起用できるので、まあ、出雲と全日本、まあ、期間が短いので、まあ、出雲はエティーリ選手を使って、全日本はベッド選手を使ってみてとか、まあ、この駅伝予選会はベッド選手を使って、まあ、本戦エティーリ選手を使ってとか、まあ、いろいろね、選手をこううまく休めたり、まあ、いろんなことができるので留学生が2人いるってことは、まあ練習環境の質も上がってくるし、まあ本番の戦略としてもね、うまく使えてくるっていうところがあるので、まあこの2人の選手がね、育っていくのはね、いいかなと思ってます。で、この2人同じチームに留学生2人いて、力が離れすぎちゃうと遅い方の選手はもう諦めちゃうんですよね。なんか過去にもね、どこだっけな、国士舘かな、なんかね、そんなのがあって、もう一人留学生がちょっとグレちゃってやる気をなくしちゃったみたいな話を聞いたことあるんですけども、力が離れすぎちゃうともうレギュラーを勝てないと、勝ち取れないということでやる気になっちゃうんですけども、やる気なくなっちゃうんですけども、この差であればまだまだやっぱわかんないんですよ。今現状で言うと怪物エティーリと言われてますけども、今回初ハーフマラソンで60分11秒、まあエティーリ選手40秒差ですよ。まあ体調とかね、浮き沈みあれば、時にはベッド選手がレギュラー取るっていう可能性もあるので、まあこの2人がね、競り合っていくのは本当ね、面白いというふうに思います。で、この2人がレベルが上がれば全体のね、レベル上がっていくのね、楽しみかなと思いますんで、まあ東京国際大学はエティーリ選手だけじゃないと、もう一人留学生ベッド選手もいるということがね、今回ね、世の中にね、知れ渡っちゃうんじゃないかなというふうに思います。そして、レーダーのね、ネイヤ選手ですね。これはもう自己ベスト更新ですね。60分32秒ということです。もともとね、61分31秒という記録だったので、約1分自己ベスト更新ということです。で、ネイヤ選手は本当これからという選手だと思います。もともとね、まあ、ケニア出身なんですけども、まあ、13分台と27分台という記録を持っているんですけども、まあ、留学生としては、そこまでトップのレベルの選手ではないというふうに言われていました。もちろんね、タイムはよくいいので、まあ、日本の国内のね、大会であればトップの方に入ってくるんですけども、留学生としてはもう一歩ね、まあ座ってほしいというふうに見ていたんですが、今回この60分32秒という記録はまあ素晴らしい記録と思います。これからね、まあ、またまたレベルが上がっていければ60分切りもある、60分切りしてくればもう留学生としてはもうトップ級のね、力なわけですから、今回のこの丸亀のネイヤ選手はね、相当ね、自信になったと思います。61分30秒ではやっぱね、日本の学生と同等の力なので留学生としてはなと思うんですが、60分30秒まで上がってくると日本の学生でこのタイムを出せる選手ってのは本当限られてるわけですから、まあね、入学生としてね、
いい選手なのかなというふうに思います。で、このね、3名の選手みんなね、PB 更新なわけですよ。そしてその後ね、日本人トップを取った篠原選手です。まあ、61分4秒で、まあ、世の中的な感想で言うと、まあ、今回もともと59分30秒を狙っていて、まあ、昨年の自分で出したね、日本人学生記録を突破するというふうに言われていたので、まあ、そこに届かなかったかっていうね、いうところが、世の中の感想と思うんですが、冷静に考えて、この学生でね、大学3年生で61分4秒ってやばいから、本当にやばい。日本学生歴代ランキングドカンとトップに入ってくるんですよ。それをさらっと走っちゃう。いやーすごいよね。まあ篠原選手だからもうちょっとやれるだろうっていう、こっちの期待がね、もう大きすぎる。大きすぎちゃって、61分じゃ、61分か、みたいな感じになっちゃうんですけど、まあすごい記録だということですね。まあ昨日ね、ゆっくり話してるのでね、ちょっと話させてもらいたいんですけども、この後からですよ、ずらーっと見てほしいんですけど、もう PB 祭り、それも62分を切った選手、こんだけ出ているんですよ。で、まず順番に見ると、順天堂大学の浅井選手ですね。これね、箱根駅伝で悔しい思いをしたので、結果が出たなーっていう感じで、僕個人的にはね、まあめちゃくちゃ喜んでて嬉しいです。で、浅井選手例えば12月熊本でね開催された10マイルのロードレース、名前ちょっとねごめんなさい忘れちゃったんですけども、まあ熊本で行われたロードレース10マイル16キロねロードレースで日本人学生最速記録を出してるんですよ。まあ46分5秒ぐらいのね、まあ記録で10マイル優勝しているんです。日本人学生最高記録を出しているんです。で、このタイム計算すると、1キロアベレージが2分52秒なんですよ。10マイル、16キロとはいえ、この時点で2分52秒のアベレージで16キロ走っているんです。とんでもない記録が出た。で、箱根駅伝で、まあ相当期待がかかっていたんです。で、順番でね、まあ2区を走って、エース区を走ったんですけども、箱根駅伝2区ではね、区間19位ってそこを沈んでしまったんですよね。まあうまく波に乗れなかったというところがあるのと、まあ12月の10マイルにピークがね、あっちゃったのかなーっていうことでね、まあ箱根駅伝は結果が出なかったんですが、まあ今回の丸亀ハーフマラソンで、まあ12月に行われた10マイルの結果は嘘ではなかったということが証明されました。で、この浅井選手の61分9秒っていうのは、日本学生歴代8位相当の記録、トップ10に入ってきてるんですよ。まあこんだけすごい記録が出てきたのに、昨日話せなかったということになります。で、浅井選手ね、もともとね、まあ12月の時に、まあ10マイルでこんだけ記録が出て、一気になんかね、バカーンと上がって、まあ順大のエースだと言われたわけですよ。で、順大ってね、まあ、スーパールーキーの吉岡選手がいたりとか、まあ、オリンピアの三浦選手がね、まあ、いい選手いる中で、まあ、2区を勝ち取ってるわけですよ。まあ、今後ですね、ちょっとね、期待のかかる選手、まだもう1点こうありますから、今回でね、61分9秒、本当に日本学生トップ級のね、まあ、記録を出しましたからね、まあ、次の1年ね、まあ、期待したいなというふうに思います。そして、次に入ったのが、駒澤大学の伊藤選手ですね。まあ、僕、この動画でもね、散々言いました。僕、個人的にも大好きな選手。まあ、マルチプレイヤーですね、箱根駅伝走れませんでしたけども、まあ、昨年の箱根駅伝6区のね、まあ、区間賞です。山下りのスペシャリストっていう印象があるんですが、僕はね、そんなことないと思います。まあ、6区も早いっていう感じです。まあ、昨年下りで区間賞を取っているので、まあ、下りだけ強いと思われがちなんですが、伊藤選手はもう平地も走れます。もうどの距離も走れます。もう駒沢大学一万能な選手、おそらく5区も走れると思います。5区も走れるし、6区も走れるし。で、マルチランナーだからこそ箱根駅伝を補欠に回されたというような感じだと思います。まあ直近のね調子、体調とかが細かいとかはわからないんですけども、やっぱこう特殊区間、箱根駅伝って5区と6区の特殊区間ってすごい重要じゃないですか。で6区特に6区を走れる選手って超限られてるんですよ。なんで伊藤選手がドカンって6区にもし入ってしまった場合、伊藤選手が直線で体調不良になったら代われる選手がいないんですよね。なので一応6区に誰か選手を入れて伊藤選手を補欠に回して何か他の区間を含めてトラブルがあった時に、まあ、入れるということで、まあ、補欠要員だったわけですよ。で、まあ、ロックは体調不良なかったので、そのまま入れて、他の区間で、まあ、交換のね、エントリー数を超えてしまったというような感じのね、だと思いますんで、まあ、本来的には駒沢大学のトップ級の選手なので、
箱根駅で走ってもおかしくないと思うんですが、まあ、戦略的に外れたのかなっていうような個人的に思っています。なんで決してね山下りのスペシャリストではないですし、まあ今回61分16秒という記録を出しました。まあもともと64分っていうのが自己ベストだったので、もう3分ですね、まあ更新したと。でこれも日本学生歴代10位相当のタイムです。トップ10に入ってきました。まあいよいよ伊藤選手が日本学生歴代のトップ10ですよ。過去歴代トップ10のに入る選手まで育ってきたということですよ。もう駒澤大学のこれでもエース級ですよ。まあ篠原選手と同等の力がこう上がってきたということなので、駒澤大学リベンジね、まあ期待ねしたいなというふうに思います。まあ伊藤選手はね、まあ全日本も走って出雲も走ってね、まあ優勝メンバーであり箱根駅だけ走れなかったということなんですけども、次の1年はね、まあしっかりね全部ねレギュラーをね勝ち取ってくるんじゃないかなと思います。まだ2年生ですかね。2年生でこの61分16秒ですよ。いや、素晴らしいかなというふうに思います。そしてね、平成国際大学のムイガイ選手も、あと61分29秒ということで自己ベストを更新です。まあ、そして、その後ですね、青山学院大学の黒田選手が入りました。まあ、今回ですね、個人的に黒田選手と篠原選手のバチバチする対決がね、まあ、見たかったなという感じがしました。まあ、箱根駅伝ではね、それぞれの区間でね、まあ、大活躍をしました。で、箱根駅伝、まあ、エース間と言われてる箱根駅伝の2区で、まあ、区間賞を取った黒田選手が、まあ、どこまでね、篠原選手に食いつけるかということだったんですけども、まあ、今回結論から言うと、僕の感じで言うと、まあ、経験値の差が出たのかなという感じだなと思います。で、もともと黒田選手って自己ベストが63分っていう記録なんです。で、今回61分39秒なのでめちゃくちゃいい記録ですし、自己ベストをね、まあ、大幅に更新してるので、まあ、個人でしても、まあ、納得いってるタイムじゃないかなと思うんです。ですけども篠原選手はこのハーフマラソンっていう距離にもう絶対的な自信を持ってるんですよ。まあ去年あんだけの記録を出しているので、まあこのぐらいの練習でこんだけのタイムで走れたっていう、まあ体、心の頭の中で、まあ感覚的に経験値が残ってるんですよ。で、昨年の練習と比べて、まあ今年がこんだけ積んできてからこれだけ走れるだろうっていう自信があるので、まあ先頭海外勢がドカーンとハイペース行ってもつくことができるんですよね。まあ力があるとかないとかいう話の前にこれだけは走れるだろうなっていう経験値があるのでいけるんですが、黒田選手はその経験値がまだないんですよね。なので最初から、まあ、海外勢、留学生のハイペースについていくことができないんですよ。つくことは可能なんですが、後半失速してしまうっていう怖さがやっぱあるわけですよね。経験がないから。なので、まあ、今回の61分39秒っていう記録が自信になったので、もう一年ですよ。次、来年の丸亀ハーフマラソンで、この60分30秒っていうのがベースになってきます。なので、去年の練習、この時の練習と比べて、来年がしっかりできていければ、61分は切れるんだろうなっていうことで、最初からドカンというハイペースで、ね、突っ込んでいけるかなと思うので、まずは今回しっかりとしたタイムを出すっていうことで、まあ、無謀なチャレンジ突っ込むってことはましなかったということですね。で、過去のね、レースを見て、もう黒田選手ってすごい頭のいい選手だなというふうに思っていて、なんかね無謀に突っ込むとか無謀なチャレンジってそんなにしない感じがします。なんか最初から突っ込んで最後失速するっていうような、まあ一発狙いみたいなものはそんなにしないような感じがしますよね。まあもうしっかり走り切る、まあどのレースにおいても周りの選手ライバル選手気にせず、まあ自分のやれることを淡々とこなすっていうような、本当頭のいい選手、クレバーな選手だなという感じがするので、まあ今回もまずは最低でも61分台を出すっていうところに追っかけたのかな。なので、まあ最初から篠原選手に追いついていくとか、まあなんとしても篠原選手に勝とうという思いではなく、まずは自分の走りをするということでね、まあこの結果だったんじゃないかなというふうに思います。まあ順位的に言うと、日本人選手と、まあ篠原選手、浅井選手、伊藤選手の後ろにこうなってしまったので、多少ね、まあ悔しい部分はあると思うんですけども、まだまだ2年生ですしね、まあこれからというところでね、まあ僕個人的には素晴らしいいい結果だったんじゃないかなというふうに思います。はい。そしてね、次ですね、まあ駿河大学のね、こう、東勢選手、すごいね、61分40秒っていうね、記録出ました。はい。箱根駅伝の時ね、金髪のランナー、ちょっとメッシュっぽいような、金髪のね、メッシュっぽいようなね、頭をしていて、ちょっとね、話題になった選手です。まあ、箱根駅伝で、
4区かな、まあ、4区に走った選手です。まあ監督ね、徳本選手に憧れてるっていうことで有名で、まあ徳本選手に声をかけられて、それでね、入ったっていう、入学したということなので、おそらく頭をね金髪にしてるのも徳本選手の影響がねあるんじゃないかなと。まあ徳本選手はね現役の時にもマッキンキーでね箱根駅の走った選手有名なので、まあそれを意識してねなんじゃないかなと思うんですが、この当選選手のね60分40秒の記録もね、まあ素晴らしい記録だと思います。まあ高校の時はね、まあ農大の時からねいい記録って出していたんですけども、まあいよいよこんだけトップ選手までね、まあ上り詰めたかってなると、まあ来年以降のね箱根駅伝、駿河台大学もね箱根駅伝連続出場ってねやっぱなってくる。で今後も駿河台大学って、まあ、箱根駅伝の常連チームだよねってねなってくるんじゃないかなっていうふうに思います。それぐらいね、まあ仕上がってきたなという感じがします。はい、そして次ですね、これはね個人的に嬉しいです。中央大学の柴田選手。もう動画でもずっと言ってました。もう柴田選手ね。柴田選手だと、もう今1年生の中で最も力があるというか、伸びてきたんじゃないかっていうことを動画でもずっと言ってました。まあ中央大学でもね、相当期待されているね、まあスーパールーキーということで、まあ有名な選手なんですけども、柴田選手が61分41秒。大学1年生でこの記録はまあとんでもないと思います。もう藤原監督もねもうバンバン歳なんじゃないかなと思います。まあ洛南高校時代からね本当にねいい結果を残してきて、まあ5000、1万13分台28分台という記録を持っています。で昨年のね11月に開催された宮古山門ハーフマラソンで優勝してるんです。まあ青学勢をねぎ倒してまあ優勝してる。この時からおやおやおやと長いの強いんじゃないかと。で、箱根駅伝もね、まあ期待されていたんですけども、まあ、ここからね、2年生以降ね、中央大学の柱にね、なっていくんじゃないかなというふうに思います。もう2年生でエースって十分ね、あり得るというふうに思います。まあ、中央大学ってね、吉井俊介選手がね、まあ、力選手もこうありますから、そこら辺とね、いい練習を積んでいければね、まあ、学生のトップ級にね、育つ選手なんじゃないかなと。まあ、このね、柴田選手はね、ぜひね、皆さんね、注目してほしいなというふうに思います。はい。まあ、その後ね、ちょっと紹介したい選手いっぱいいるんですけども、まあ、多すぎて紹介しきれないと。まあ、その後ね、東洋大学のね、尾形選手です。まあ、61分42秒、初マラソンですよ。初マラソンで61分台っていうのはね、素晴らしいかなと思います。市船出身だったかな。おそらくね、千葉県のね、市津船橋高校ね、まあ、出身の選手です。箱根駅伝5区のね、走った選手ですね。区間10万ぐらいだったかな、というふうに思います。山登りね、まあ、適性がね、ある選手なので、まあ、平日でもこんだけ記録が伸びて、これれば来年ねもう一回箱根駅伝5区を走れば、まあそもそものねベースの力がこう上がってきているので区間賞候補にね上がってくるんじゃないかなと思います。で28分台って記録を持っていて、東洋大学の中でもトップレベルのねまあ選手なので、まあ平坦でも走るし山登り走れるし、まあハーフの自己ベストがねまあこんなに上がったと、早いところでね自信ね、なるんじゃないかなと思います。まあ、その他、順天堂大学の海老沢選手ですとか、あと、青山学院大学の塩出選手ですね。箱根駅伝、白でね、マーク干渉を出した選手。これも全員自己ベストです。まあ、城西大学の山中選手、大東文化大学の西川選手、創価大学の吉田選手。これがなんか、まあ、全員 PB です。はい。なんで、今紹介したこれ全員 PB なんです。篠原選手以外ですね。はい。PB 更新だということですね。で、その後も、あと62分台、63分切りの選手たちもバーッと調べてたんですけども、約ね20人いました。学生で約20残り20人が62分台で走ったんですけども、ほぼほぼ全員自己ベスト更新でした。1人か2人怪しいなーっていう感じ、なんかこの自己ベストって本当かなみたいな感じでちょっと怪しい部分があったんですけども、まあほぼほぼ全員が自己ベスト更新だったということなんで、まあこんだけでも十何人いて、プラス62分台20人足すと、まあ3、40人ぐらいので、まあ篠原選手以外自己ベスト更新だと。これ篠原選手が悪いってわけじゃないですよ。篠原選手だってこの記録、歴代7位の記録ですからね。まあとんでもない記録。それぐらい、今回の丸亀ハーフマラソンで、まあ PB 祭りが出たということになります。これはね、やっぱ自分としても自信になるし、やっぱね、覚醒材料としては申し分ないですよね。まあ、ハーフでこんだけの記録が出たっていうことは、そもそもの練習の質がやっぱ一つも二つも上がってくるわけですよ。はい、楽しみですね。まあ、これからですね、まあ、春先ですね、学生の結果、もう一段階ね、まあ、スピードのキロを上げてね、まあ、5000、1万、まあ、カンカレ、インカレと、こう、ついていきます。その後ですね、秋以降のね、また駅伝ね、楽しみにしたいなと思います。今回ね、丸亀ハーフマラソン、実はね、とんでもない記憶がね、めちゃくちゃ出てきたと、学生はね、まあ、PB マスだという話をね、お届けさせていただきました。